皆さんこんにちは、のきです。今日は NBA のプレーオフミネソタティンバーウルブスの試合に来ました。ターゲットセンターです。試合開始の45分前くらいですけど、こんな感じでこうやってバーで試合前に飲んでたり、もう続々と人が入っていってます。こんな感じで笛おじさんが結構いつもいます。こんな感じの神について語ってる人も近いです。じゃあ焼いていきましょう。すげえ、いつもはこんな、こんな感じでバッグのサイズがすさすがに45分前なんで全然空いてます。いつもここに列ができるんですけど、 TM ストアはさすがに混んでますね。こんな感じでタダでビッグウィールを回すことができます。僕この前ツインズメジャーリーグの方でやったら500ドルが当たりました。これ当たったお金で、カジノ行くとその分スロットゲームができるよっていうやつです。ハズレでした。ハズレなんかプールに4人で入れるよっていうほぼ意味ないやつ。こんな感じです。全ての席にこうやってシャツタオルが置いてあって、まあ、プレーオフのね、この限定なんですけど、みんなで白いシャツを着ようよ。入場者みんながもらえます。で、僕はこの上の方に一番安いところに、その上の方は一番安いところで僕が買ったの120ドル、下の方もこことか行くと思う、100万とかそういうレベルです。100万200万とかそういうレベルだと思います。ちょっとこのちっちゃいストア見てみましょうか。ユニフォームとか着てるんでね。このルーディー・ゴベアっていうのはフランス代表です。ゴバールって書いてありますけど、まあ、フランス語なんで ゴベアっていうお店ですね。この色結構いい緑、これカーアンソニー・タウンズでキャッツって言われてますけど、いくらくらいかな。150ドル。バスケはね、このユニフォームの生地がちっちゃいんで比較的他のスポーツに比べると安いです。アントニー・エドワーズ・アンっていうのは、ミネソタの一番のプレーですね。ジェイダン・マクダニオンズ、これも、スターティングラインナップ、まあ4番目5番目くらいの選手です。さっきバスケボールに行ってますよ。これいくらなのかな。キャップが好きなんですけど結構いいのありますね。これなんか結構いいな。ティンボールこれはね40ドルくらいですよ。わ、55、かっこ。このアントニー・エドワーズがもうマイケル・ジョーダンに及ぶんじゃないかって、まだ22歳ですけどすごいプレーです。これいくらくらいするんだろう。125ドル。まあ生地はちゃんとしてる。今日はもう夏みたいに暑いみたいな。本当にこれはミネソタ州の形ですね。州の形。すごくのアトリートはこんな感じです。このバスケクールで買った帽子とユニフォーム。入場までに時間かかると思ったんですけど、全然めちゃめちゃ空いてて、45分30分前くらいに来て超余裕で時間を持て余しちゃったんです。まだ20分以上ある。ちょっと床から浮いてますけど、実物大、超でかい。2メートル何センチとかそういうレベルのデカさです。今歩いてたら黒人の人に話しかけられて、で、何言ってか分からなかったんですけど、よく聞いたら $40 for your jersey って言われて、このユニフォームを40ドルで買わせてくれって言われました。で、僕このユニフォーム多分定価で買ったら100ドル以上するんですけど、120、30、あそこでショップ売ってたら150ですけど、僕は Facebook マーケットプレイスって言って、なんか個人にで出してる人がいて、で買って50ドルで買いました。かなり得だと思います。ただサイズがその分ちょっとでかいです。 L サイズ、 L
L サイズだとちょっとでかい。さあ選手たちが先ほど出てきて、だってみんな立ってますね、盛り上がってる。こうやってタオルとシャツがついてます。何サイズかな。あ、XL だ。まあ誰でも着れるように XL。 マイコーイっていうベテランの選手がスタメンだし、マスコットの名前はクランチでした。クランチ。僕もシャツを中に着てみました。
Yeah!
まあ、2回消えてくれるから、
点差で読んでいる。まあ15点差。6, y'all.
Thank you.